コラボの商品を期待してたんですよね。クラークスの可愛い色、ね、もう全然ありません。番長、今日はそれが今回狙ったターゲットなんです。そうなんですよ、はい、にするか、はい、このローカットっていうのは、はい、ワラビー、ブーツ、ベイトル、スウェードとか、はい、それはいくら前なんですか。こちらが170ドルの、はい、でこちらが、ローカットの方で、はい、両方履いてちょっと比べてみるといいですよね、うんうん、こちらが同じ160ドル、てか10ドル安いね、はい、ローカットの方が、うん、はい、こっちの方が男の子人気っぽいよね。可愛いじゃないですか。そう、うん、ボードだよね。やっぱりちょっと、うん、ちょっと立ってみてください。すごい可愛いよ。履いた感じどうですか。すごい柔らかいから、うん、コンフォタブルなんだけど、うん、ちょっとほら足の形に研究しちゃうのかなという心配もある。ああ、それはあるだろうね、うん、でもそれがいいんじゃないの、オリジナル性を。安くて、なんかこっちの方がサイズ大きいのに、いや履いてみたらね。これサイズいくつですか。履いてみないと分かんないもんだね、うん、こっちの方が 6.5 なのに、なんかちょっとこっちの方がぴったりする感じがする。なんだろう、 6.5 なんだ。これ6.5、やっぱりサイズとかにもよるよね。でもやっぱ私履いてくるでしょ。でも番長が履いた時の感じはハイトップの方が良かった。どっちかわかんないんだけど、うん、でもほらクロップ丈とかね、まず 6.5 でいいの。6だな。 6.5 これもう完璧に大きいわ。え、そっち 6.5 だから。ブカブカです。本当しまむらソックスが、ちょっとしまむらソックス日本で、ね、有名ですよ。ゲットしてきました。どう、好き。今日のなんかカーキなベージュなコーディネートにぴったりですよね。やっぱりちょっと大きいから抜けちゃいそうですね。でもサイズがぴったりだったら、うん、すごい履きやすいと思います。これ良かったじゃん、履いて。履いて良かった。もしかしたらこれね、6でも大きく感じるでしょ。それ6でもすごい大きく感じます。
これどうですか。なんかヌペッとするんだよね、上から見ると。なんかね、履きやすさは正直ローカットの方が良かったな。私もなんかちょっとそんな気がしたんだよね。見た目で言うと私はやっぱり、でもこっちの方が見た目良くないですか。どうですか。そうなんだよ。ちょっと色違くない。ちょっと色違うね。でもこっちの色もなんか馴染みやすそう、うん、こっちの方がちょっと、それはスタイルってこれね、2 and half って何よ。30裏に書いてあると思う。そうなの、うん、多分、あ、6W。 あー、ウェリーズの。本当？うん、履けるよ。履いちゃうかな。はい、うん、色ね。こっちがウェメンズの、はい、なんつったっけ、メープル、うん、それ 6W なの。そう、じゃあ同じ6でも W ではない、メンズ、あ、メンズだ。え、メンズサイズじゃんこれ。そうなの、うん、だから大きく感じた。そう、ね、色の違い、ちょっとグリーンがかった感じと、ちょっとこっち赤みがかかった、はい、そこのソールの部分もね、うん、なんか素材も違うんですかね。色だっけ、なんか素材自体が違うのか。ヒールの高さはそんな変わらない感じだよね。そうね。ちょっとヒールを見せてください。ね、あ、じゃ、うん、若干だね、若干オリジナルの方が高い。うん、でもそんなに差はない。こちらのサイズを履いてみます。子供の方が買える場合すごい高くなっちゃうから買い替
替えた方がいいってことですね。そうです、はい、はい、でスウェードですよね。スウェードは同じです。はい、あら、ちょっと何ですか、2つバッグ、ね、どういうことですか。2つ買っちゃいますよね。番長が買ったら、うん、50ドルちょっとじゃなかったちょっとじゃなかったですか。 52.5 はい、うん、セールで、うん、だから私もつい買ってしまいました買っちゃったね、うん、でもこれ愛用したいと思います。そうだね、2024、そうです。